こんにちは。J1 リーグ第36節。みな、予想動画。はい。えー、36節の予想の前に35節の結果発表に行きたいと思います。35節の予想、私、こうでした。ンはい。結果、こうなりました。ということで、一生ありがとう イエスカレイ <laughs> 久しぶりに当たった気がしますはいオッズ意外と高かったです6.3倍でございましたわーいこれでかいですね意外とこの21の時って大体ね 4. 何倍とか 3. 何倍の時もあるんですけどここではまさかの6倍がつきましたねありがたいでございますさあそして36節予想してまいりましょう かなりの活況でございますいきますすきホーム鹿島アントラーズ VS アウェイ名古屋グランパス、えー、データによりますと鹿島は名古屋にホーム戦2戦連続負けなし1勝1分けとなっております、はいえー、鹿島前説川崎に3 1で勝ちましたこれでリーグ戦3戦連続負けなし中となっております 知念、えーまあ、選手の先制点の時の、えー、柴崎岳選手のボールあれは素晴らしかったですねもうビューティフルなボールが、えー、来て知念、えー、選手が決めたんですけどもそこから一気に、ね、流れ乗ったかなという感じがしましたね、まあ、奪われてからのボール奪われてからの、えー、切り替えも早かったですしそこからの攻撃も早かったので、えー、もう非常にいい鹿島らしい攻撃ができていたんじゃないかなというふうに思いますそして、えー、鹿島今季 まだ無敗でございます、ホーム戦。これがね、えー、すごいですよね。無敗のまま行くのかといったところですね。えー、逆に名古屋前節頑張り2-3で負けてしまいました。これでリーグ戦3連敗となっております。ですが、えー、ルヴァンカップで優勝しました。これはすごいですね。激闘でしたね。えー、なので、まあ、この嫌な流れっていうのはルヴァンで断ち切っていい流れの方に持っていければ、このまま行けば、えー、非常に このリーグ戦でも前戦できるのではないかなというふうには思います。はい。まあ、前節見てると、前半の序盤はね、こう縦に速い攻撃でペースを掴んでいたんですけども、うん、後半なんかはね、ちょっとまあ、序盤の方はまだうまくいってた感じはありますね。ハイプレスでショートカウンター狙ってたんですけど、それからちょっと、ん、リズム崩したかなという感じですね。はい。ですが、まあ、セットプレーで2得点も取れているので、この試合もね、鹿島もセットプレー得意なチームですから、 えー、この試合、1つ、まあ、セットプレーというのは重要になってくるかなというふうには思います、はい、そうですね、なので、まあ、21か,、はい、かしまでいきたいと思います、えー、続いて、ホーム町田ゼルビア VS アウェイ FC 東京、えー、データによりますと、えー、町田対東京はですね前回が初対戦でございましたその時はは町田が21で勝利を収めています。はい えー、町田前説鳥栖に1、2で負けてしまいました、これでリーグ戦5戦連続勝ちなしとなっております、なかなか、ね、このトンネルを抜け出せないといったところですかね、優勝に向けて勝っておきたいんですけどね、えーまあ、サイド攻撃を中心に展開していたし、えー、ロングスローとかセットプレーでチャンス作る、えー、ことも多かったんですが、なかなか、ね、枠内にボールを持っていけなかったですね、そこが、えー、ちょっと範囲かなというところもありましたね、そこの精度っていうのは高くしていかないといけないかなと。 いう感じで、すねち、まあ、ちょくちょくなんですけど雑なプレーっていうのが目立ったかなそこ狙われて、えー、カウンター食らったりとかもあったしうん最後のシュートまで持っていけないとかもあったのでそこはうん丁寧にいくべきところはあるのかなというふうに思います、えー、逆に東京前体湘南に0ロ2で負けてしまってこちらはリーグ戦6戦ぶりの敗戦でございました。はい 前半のうちなんかはかなりゴールに迫る時間帯も多かったんですがそこで、えー、仕留めきれなかったっていうのが一個、敗因の一つなのかなというふうには思います。はい、あの湘南の、ね、ハイプレス買いくぐれるときはかなり、えー、いい距離感で、えー、ビルドアップもできて非常に良かったんですが、えーまあ、いい攻撃たくさんあったんですけど、ね、やっぱネット揺らすところまでいけなかった、えー、シュートが、ね、14本打ててて あの枠内がゼロですからそこは、えー、ちょっとまた改善点なのかなという時は、えー、感じはしますねはいうわー難しいーなーうーん22ドローにしてますはい22ドローでいきたいと思います続いてホーム湘南ベルマーレ VS アウェイコンサドーレ札幌、えー、データによりますと湘南は札幌にホーム戦4戦連続勝ちなしの2連敗中でございます はいえー、ホームに向かえるとちょっと嫌な相手ですね湘南前節東京に2ゼ0で勝ちましたこれでリーグ戦4連勝なんですがこの4連勝というのは26年ぶりの快挙、えー、ということで素晴らしいですね非常に調子はいいなというふうに思いますで、まあ、前半がねかなり耐える時間多い中だったんですがその中で先制点取り取ったのは大きかったのかなというふうには思いますし2点目の畑選手の、ね、得点なんかも素晴らしいですよねこのの周りの選手が え動いて、うん、少し、えー、畑選手のドリブルできるスペースが空いてで、そこで得点奪えたという感じだったんですけど、えー、非常にいい得点だったなと僕自身は思いますね。はいまあ、畑選手の、ね、左サイドからの攻撃も目立ってましたし、まあ、ハイプレスがよく効いていたのかなという気がしますね、まあ、この無失点というのはそこが効いているからこそだと思いますので、えー、ここは継続してい、ね、くといいんじゃないかなという,ふうに思います。 逆に札幌、前節セレソに11のドローでございました。うーん、ちょっとね、えー、残留に向けて、ここは、勝ちたかったろうなというところではあるんですが、そうですね、まあ、ウィングバックがね、えー、絡んでいる時はかなりいい感じに攻めてたのかなと、テンポもできてね、良かったんですけどもうん、ちょっとまたね、後半40分という、ここの、あと少しのところで耐えきれず失点をしてしまった。うんこれはもったいなかったですね。 これによってですね、札幌がもう3連勝が必須となりましたね。残留のためにはもう3連勝必須ですので、これは勝ちたいですよね。まあ、え相性で見るとかなりいい相手ではあると思うので、いいんですが、ちょっとね、湘南がね、かなり調子いいので、うーん、難しいですが、1、2札幌にしてみます。はい。 まあもうここは執念とかもあるんと思うのではいそんな感じでいきたいと思います続いてホーム京都バンサ VS アウェイ川崎フロンターレ、えー、データによりますと京都は川崎に2戦連続負けなし1勝1分けとなっておりますはい、えー、京都前節広島に1 0で勝ちましてリーグ戦2連勝中でございます えー、キーパーのね、大田選手の高セーブが、まあ光ってましたね。これはまあ、でかかったな。あの、何本も枠内、ね、飛んできてたんですが、えー、ナイスセーブ、ナイスセーブで、非常にチームを救っていたな、というふうに思いますね。で、まあ、京都なんか、その、攻撃の時は、もう本当サイドから崩す時の選手間の距離感というか抜群だったなと。あの、広島もかなり苦しんでた印象なので、えー、素晴らしい崩し方もしてましたし、何よりもね、この、 34節もそうだったんですけども、えー、めちゃくちゃ走ってますねやっぱり京都めっちゃ走ってるなっていう印象があるので、まあ、データでも出てますしこの走るサッカーっていうのは今の京都いいな強いなというふうに思いますね逆に川崎前節鹿島に13で負けてしまいましたですがこの間行われた ACL の方では31で勝ってるのでねここの悪い流れっていうのは立ち切れてるのはないかなというふうには思います ですがねちょっと、えー、気になるところで言いますと脇坂選手が負傷してしまいましたね、ここは痛いな、うんまあ、心臓という話もう心臓でしたからね、川崎の、えー、ここはちょっと気になるところですが、まあまあまあ、えー、タレントは、ね、揃っていると思うので立て直して穴を埋められるのではないかなというふうに思います、まあ、ショートカウンター受けたときちょっとついていけてなかったかなというふうに思います。 えー、それでちょっと守備の方でもごたついたのかなというふうに思いますねでフォーメーションを前半のうちにね変えまして442にしてから割と活性化していったんですね攻撃がこれが、えー、いい収穫だったんじゃないかなというふうには思いますねなのでまあこのフォーメーションにするのかはまたちょっとわからないですけどもいろんなこの組み合わせができるっていうのは川崎にとっていいのかなとでまあ 川崎らしくね縦パス入れてから崩すっていうこともそれからできてましたし、えー、左サイドから背後取って崩すシーンも見れましたので、えー、そこは継続して行ってくるのではないかなというふうには思いますねえー、ですがそうですねまあ京都もねここはねもう勝って残留を決めたいところですよねうーんそうだなうわ難しいけどえー、2 1京都にしますはい2 1京都でいきたいと思います 続いて、ホームサーガン鳥栖 VS アウェイ横浜 F ・マリノス出たりよりますと、鳥栖はマリノスにホーム戦5戦連続勝ちなし、1分け4敗となっております。鳥、は、栖、いえー、前節、町田2 1位と勝ちまして13戦ぶりの勝利ということでね7月以来、夏以来の勝利がようやくやってきましたね。まあ え試合見てましても、コで仕掛けながらこう空いたスペースをうまく使えていたのかなというふうには思いますね。今までだと割とこうロングパスで1本相手の背後を取るっていう攻撃が目立ってたんですが、ここに来てコでこう仕掛けながら空いたスペースをうまく使えていたのは良かったのかなというふうには思いますね。逆にマリノス前節、裏あと00のドローでございました。で、その後に行われました ACL の方で5 0ということで非常に攻撃値が爆発したと。 ということで,す、ね、ですが、まあ、リーグ戦だけで見ますと6戦連続勝ちなしということでここは乗り切れていない感じですね。まあ、シュート15本打ってはいるんですが枠内が2本ということで、まあ、ここは ACL で割と改善されてはいるのかなというふうには思いますね。 ですが、まあ、この2試合ともね、裏線も ACL もゼロで抑えてますから、守備の方は安定してると思うので、あとはどうゴールを奪っていくかかなというふうには思いますね。そうですね両サイドからこうクロスを上げるとき、結構ファーサイドを狙う、えー、攻撃が見られたので、まあ、そこで、ね、うまく追い返してから中でまた詰めるとか、いろいろやり方あるのかあファー気にされたらニアも開くと思うので、そこはいろいろマイナスもね、こぼれも気にしながら、マリノスらしく サイド攻撃っていうのは光ってくるといいのかなという風には思います。マリノスもね、こう、まさかこんなマリ、言葉をね、マリノスに使うと思わなかったんですけど、残留に向けて、ここちょっと負けられないので、えーこれはちょっとどうなるかなまあでも相性だけで見たら完全にマリノスだと思うので、13マリノスにします。はい。13マリノスでいきたいと思います。続いて、 ホーム柏レレイルルアアウェイアルビレックス新潟データによりますと柏は新潟に8戦連続負けなし2勝6分けでございまして4戦連続引き分け中でございますでホーム戦だけで見ますと8戦連続負けなしで4勝4分けとなっておりますね5分となっておりますはい、えー、柏は前節福岡に12で負けてしまいましてこれでリーグ2連敗となっております え、ま町田戦に引き続き終了間際で失点してしまって、勝ち点をこぼすというえ形になりましたね。うんこれはちょっともったいないんで、最後ここは重要になってくるかなというふうに思いますね。ま縦パスが入って、受けた選手が前向いてからのこの攻撃のスイッチの入り方っていうのは、柏としてはかなり良くて、ボールを追い越す動き。 こう人もボールも動くサッカーっていうのはできてるはいると思うのでそこがねうまく生かしきれればまた変わってくるのかなというふうには思います、はいえー、逆に新潟前節ヴェルディに0 2ということで負けてしまいましたでルヴァンの方でも名古屋に、ね、ギリギリのところで負けてしまってまあでも、えー、終了間際に追いつけたりだとかそういう執念深さっていうのは見れたかなというふうには思います、えー、ですがまあリーグ戦だけで見ると6戦連続勝ちなし ということで。で、失点の仕方もね、どちらもコーナーキックからということで、えー、セットプレーのこの対応っていうのは考えていかないといけないのかなと。まあ、柏もね、えー、サビオ選手のいいボールが上がってきますから、ここは注意してなければいけないかなというふうに思いますね。まあ、この2チームは本当にもうそうですね、16位、17位ということで、残留に向けて絶対に負けられない1試合だと思います。うーん、これは、 いや僕ね、結構この試合マジでまた終了間際に動きそうな気がするんですよね。これ動くだろうな、終了間際。まあそこまで目が離せないと思います。柏も終了間際で失点しないように気をつけると思いますし、でも新潟もね、ルバンで見せたように終了間際にまた追いつくなんてこともある可能性あるので、終了間際は結構重要ですよ。ラスト5分。 でもうわ難しいけどどうだ22ドローかなはい22ドローにしてみます続いてホームジュビロ岩田 VS アウェイガンバ大阪データによりますと岩田はガンバに7戦連続勝ちなしでございまして4分け3敗の2連敗中でございます、はいえー、ホーム戦だけで見ますと3戦連続引き分け中となっております はい、えー。岩田前節神戸に0ロ2で負けてしまいました、えー。まあ相手に押し込まれる時間が多いんですが、前半はね、えー、あの、全員で体張って守ってた印象はありますね。で、まあ先制されてから、えー、ロングボールで起点作りながら攻撃をしていたのかなという感じだったんですけども、まあちょっと神戸の方が、えー、一枚上手だったなという感じですね。そこをね、崩し切りましたから。 うんそこは耐えきれなかったかなという感じはしましたが、でも神戸相手にもかなりいい攻撃というのは見られたので、えー、非常に良かったのではないかなと、えー、そこはね、良かったのかなというふうには思います。逆にガンバ前節名古屋に3-2で勝ちました。そしてその後行われてます天皇杯の準決勝でもマリノスに3-2で勝っているということで、えー、非常にまあこの競り勝つっていうのは大きいですよね。 でリーグ戦だけで見ても3戦連続で負けなしということでえ強いガンバが戻りつつあるのかなというふうには思います、まあ、序盤は割とペース掴まれてはいたんですが坂本一佐選手の2ゴールで逆転、ね、これサイドから崩してっていう形だったんですけどやっぱそこの、ね、厚みっていうのは、えー、また戻ってきましたねガンバね非常に良かったですしで守備面で見ると一森選手のこ好のセーブっていうのはやっぱり光ってますねリーグナンバーワンのセーブ率ですから え代表になんだったら呼ばれてもおかしくないぐらいだったんですけど、えー、すごいですよね、素晴らしいなというふうに思いますし、やっぱり宇佐美選手が入ってくると、一気にですね、うんやっぱテンポも上がるし、えー、まあ何よりも距離感も良くなったしということで、攻撃陣がまあガラッとなんか変わった感じがありましたね、なのでやっぱ宇佐美選手っていうのは、ここ、重要ですね、宇佐美選手はちょっともう本当に重要なキーパーソンとなってくるかなというふうに思います。はい そうだなぁ、でも難しいなぁ。ホーム戦だと3戦連続引き分けと言ってもですからね。2、3ガンバにしてみます。はい。2、3ガンバでいきたいと思います。続いて、ホームスレッソ大阪 VS アウェイアビスパ福岡。直近5試合で見ますと、この2チーム、2勝2敗、1分けの5分でございます。非常にね、きっ抗した戦いが続いているという感じですね。 セレッソ前節札幌に11のドローでございました、えー、前半のうちにね343から4231に変更しましてそれでえ割と攻撃が活性化したのかなというふうには思いますこれ早い判断で非常に良かったなというふうに僕は思いましたねはいでまあこう変えたことによってサイドの背後を取れるようになってましたし、えー、20歩のシュートを浴びせたと いうことでまあでも20本シュート打ってても1点しか入ってないっていうここも気にしなければいけないところではあると思うんですが、えー、非常に良かったのではないかなというふうには思います、はいえー、逆に福岡前節柏に2一1で勝ちましてリーグ戦5千連続負けなしとなっております、はいえー、右サイド中心に展開されていきましたね攻撃はね今野、えー、選手中心にいっていたのかなというふうには思いますし、えー、後半特に相手のペースで こう結構、ボール握られる時間多かったんですよね、でピンチも多かったんですけども、まあ、キーパーの長石選手を中心に、堅、え、守、ー、を見せましたねで、アディショナルタイムで岩崎選手のゴールで劇的勝利という形だったので、まあ、よく耐えて、しっかり最後、決めきるところで決めきったなという形で、まあ、チームの雰囲気としてはかなりいい方向に向く勝ち方だったのかなというふうには思います。はい そうですね、まあ、まあこの2チームは残留も決まってますし1つの上の10位に行きたいというところではあると思うんですが1、2、福岡かなはい1、2、福岡で行きたいと思います続いてホーム東京ベルディ VS アウェイヴィッセル神戸データによりますとベルディは神戸にホーム戦3戦連続勝ちなし1分け2敗となっております えー、ベルディ前節新潟に2-0で勝ちました。これでリーグ2連勝となっております。はい。やっぱ守備が安定していましたね。で、まあ、まあ、その要因として中しっかり閉じれてた。縦パスをあまり、えー、入れさせなかったっていうことですかね。まあ新潟はかなりポゼッションのチームですからそこをよく閉じて、えー、奪いどころで奪えていたのかなというふうには思います。で、コーナーキックのこの流れから2得点ということで、 次次攻撃三次攻撃撃うまくできていたのかなといいう,うに思いますなので本当にベルディらしく粘り強い試合運びができていた試合だったのかなという気がします、はい、逆に神戸前節岩田に2 0で勝ちましたその後に行われた ACNL でも2 0で勝ったということで、はい、非常に調子はいいですねこれにより、えー、ついに神戸が首位浮上ということでいやさすがディフェンディングチャンピオン素晴らしいですね強いなーと 思わされる一試合だったな、まあ、前半のうちから、ね、ボールを握る時間多くて、まあ、支配率も70%ということでかなりの差が開いてましたし、まあ、やっぱり大沢選手が、ね、起点になって攻撃を組み立ててたんですけど宮城選手も公式戦3戦連発ということで,でリーグ戦だけで見てもこの初の2桁得点ということは非常にもう覚醒状態に入っていると思うので、えー、非常に良かったなという感じがしますね。まあ 攻守のこの歯車が確実に、えー、合ってるなと。ガチッと合ってるからこその、えー、この試合運びかなというふうには思いますね。もう本当に守備が硬くて、ここ5試合とか見ても失点が少ないですから、本当に、えー、今非常にいい、まあやっぱり一番強いかなというふうには思いますね。安定してる気がします。はい。 うーんそうですね。うん、まあ、守備2チームですからね、ここ。難しいですね。どうしよう。13神戸かなはい。そんな気がします。続いて、ラストです。えー、ホーム・ウラーレッツ・バサス・アウェイ・サンフレッチュ広島・ヒロシマ。 データによりますと浦和は広島に2連敗中ですがホーム戦だけで見ますと4戦連続負けなしの3勝1分けということで、えー、ホームに向かうと相性のいい相手を迎えるという感じですね浦和前節マリノスと0 0でございました、えー、松尾選手のところから割とチャンスは多くは作れていたんですよねで縦パスが入ると割と中央からも、えー、突破できてチャンスを迎えることが多かったですしこの攻撃の組み立てっていうのは非常に良かったのかなと いいう,うに思いますで守備面で見ても戻りが早くてですねもう全員で、えー、体張ってブロックできていたこうシュートコースに入ることができていたと、えー、いうこともありますし、えー、非常にこ守備面でも良かったのかなというふうには思います、えー、逆に広島前説、前節京都に0 1で負けてしまいましてこれリーグ2連敗となってしまいましたこの2連敗で首位から陥落してしまったという感じですね、まあ、左サイドからね崩すことは多かったですしまあ ずっとね大迫選手の構セーブも光ってはいたんですが最後まで攻撃陣がそれに応えてあげることができなかったという感じですかねまあシュートも19本打ててはいたんですがえなかなか難しかったですねここはねちょっと広島優勝に向けてもう落とせないですよね神戸が非常に調子いいのでここ立て直したいところですねまあ前かからしっかりとはめて ショートカウンターっていう自分たちの得意なスタイルを貫くことが一番なのかなというふうには思いますうんウィングバックがしっかりと攻撃に絡んでとかもね、えー、重要だと思いますですが裏はもうこのウィングバック上がったところはついてくると思いますし裏はなんかねほんとポケット取るのうまいチームですからここは本当に重要になっていますねこの一戦ねうわーどうだろうな 難しい。裏もね、残留に向けてもう負けらんないんですよ、これ。えー、うわ、むずいけど、1、2、広島かなはい。1、2、広島にしたいと思います。はい、ということで、全、えー、10試合予想してまいりました。ちなみになんですが、今現在、降格の可能性があるのがですね、11位の川崎フロンターレまで、 可能性があるのかなこれ、えぐいっすよ <laughs>。普通11なんか絶対ないんですけど、まあ本当とそれだけ今季の J1 がもう拮抗しまくってるという感じなので、まあ岩田がね3連勝して勝ち点9積めば44に届くと。で、フロンターレが3連敗してしまえばこうひっくり返るということですから、 一応ねフロンターレまでは気抜けないという、いやもう名門がいっぱいいるんですよ、フロンターレもレッツもマリノスもということでね、このチームたちが残留争いしてるっていうのはびっくりですね、まあ札幌ももう、岩田も、現在は格圏ですけど、いやこれはもう分かんないです、もう意地がありますから、本当にちょっと最後まで目が離せないですし、優勝争いの方もね、もう大詰めで。 どうなるかわかんないので、これは楽しみたいと思います。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら